画家フィンセント・ファン・ゴッホにより、1890年に描かれた、油彩画。高さ74センチ、幅94センチ。パリにある、オルセイ美術館が所蔵する。ゴッホは1890年5月16日、サンレミド・プロバンスの精神病院を出た後、南フランスを去り北へと旅に出た。彼は、パリにいた弟。 手を訪れてから、オーシュル・オワー,ーズへと移動して、医師、ポールがシェの患者となった。彼はここで、人生最後の10週間を過ごし、その短い期間に、オーベルの教会を含む、作品100点以上を制作した。本作は、7月14日の町役場や、わらぶき屋根の小屋を描いた他のいくつかの作品同様、ゴッホが幼少期から、 青年期を過ごした北の風土を思い起こさせる。北に対するノスタルジーは、すでに、サンレミド・プロバンス滞在の最終週には表面化、していた。出発2週間前に書いた手紙には、私は病気だったが、それでも、油絵をいくつか描いた。後で見てほしい、北の記憶を頼りに描いた。と記している。ゴッホは妹、ウィルヘルミナに宛てた手紙の中で、 入念で描いた、同様の作品について、次のように触れている。入念の古い教会のとシンプルな深い青はまた、オーシュル・オワーズで短期間に描かれた、アデリーヌ・ラボーでも使われている。本作の前景は太陽に明るく照らされているが、教会は、自身の影の中に佇み、光を反射することも放射することもなかった。 ゴッホはその意志に反して、ボリナージュの伝道師委員会から解雇され、1880年7月、弟のテオにエム村から手紙を書いた。その中で、シェイクスピアのヘンリー四世第一部から暗くうつろな教会の内部のイメージを引き合いに出して、空っぽで偏見に満ちた説教の象徴として、彼らの神は、シェイクスピアに出てきた、酔っ払った、 フォルスタッフの神、教会の内部に似ていると述べている。別れ道のモチーフは、カラスのいる麦畑にも現れている。2010年に放送された、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーダイゴシリーズ、ゴッホとドクターでは、オーベルの教会に、地球外生命体クラフェースが描かれていることが、判明し、主人公ドクターたちがゴッホを助けに向かう。 絵を再現した教会も劇中に登場した。ありがとうございます。